こんにちは、兼業主の兼です。今日はお肉が美味しく焼けると噂のアウトドア用鉄板を紹介します。アウトドア用鉄板といえば横沢鉄板が有名です。しかし横沢鉄板には縁がないため、油が下に落ちる、ウインナーが転がって落ちたなどのネガティブな口コミが多く見当たりました。そこで今回は縁があり、そしてアマゾンの評価も高い大久保鉄工のオトバク鉄板 4.5mm 縁ありを購入しました。この動画では内容物の確認、サイズ感のチェックを行ってからシーズニングをし、実際にステーキを焼きます。そして使用後の手入れを行うところまで紹介します。それでは早速内容物を確認します。パッケージにオトバク源次郎というキャラクターが描かれています。大久保鉄工の鉄板には縁のないストレートタイプやメスに収納できるコンパクトタイプがあり、それぞれにイメージキャラがいます。鉄板とは全く関係ありませんが、個人的にはこういう遊び心が大好きです。こちらはツバメ三条製のステンレスヘラです。これは焼いているものを返すだけでなく、鉄板の焦げ落としに使います。こちらはステンレス製の取っ手です。取っ手を穴にはめるのが手間ですが、コンパクトに収納するためなのでしょうがないところです。次は本体の鉄板です。こちらには錆止めの油が塗られていました。またバリなどはないので、ヤスリで削ったりせずにこのまま使用できそうです。そしてこちらは収納袋になります。大久保鉄工と小さなロゴが入っています。こちらの小さなパッケージには商品説明とシーズニングなどの手入れ方法が記載されています。こちらは耐油紙になります。鉄板に油を塗って保存するため、その油が袋に染み出さないようこの耐油紙に包んで保管します。次にサイズ感を確認します。鉄板は 16.5cm×19.5cm の長方形です。比較対象のスキレットは直径 19cm となっています。長方形と円で分かりにくいですが、面積は鉄板の方が少し大きいです。なお 15cm のスキレットはすっぽり収まるぐらいの大きさです。次に重さを確認します。 15cm のスキレットは 651g、 19cm のスキレットは 1033g、 鉄板は 1154g、 ヘラと取っ手を加えると 1203g です。次に様々なコンロに鉄板を乗せてサイズ感を確認します。まずこちらは僕がメインに使っている外の ST301 というコンロとガス管が分離しているタイプです。ごとくも大きいので鉄板を乗せても安定しています。次は廃盤になっているものですが、プリムスの P151 という OD 管用のコンロです。 ST301 と比べごとくが小さく、コンロが高い位置にあるため少し不安定です。次は岩谷のカセット風タフマルというアウトドア向けのカセットコンロです。こちらはごとくも大きくて、カセットコンロ自体がしっかりしているので一番安定感があります。次はヨーラーというメーカーのコンパクト焚き火台です。この焚き火台は軽量コンパクトで組み立ても簡単なことから、ソロキャンプの時によく使っています。 20cm×15.5cm で B6 よりも少し奥行きがあり、串焼きや一人焼肉にいいサイズです。こちらは鉄板がちょうどよく乗る大きさです。この焚き火台と鉄板を使って焚き火調理も挑戦してみたいです。次に説明書の手順に沿ってシーズニングを行います。まず中性洗剤でよく洗い、水気を拭き取りました。そして鉄板を火にかけて色が変わるまで空炊きします。はじめ黒に近い灰色だったものが徐々に薄い灰色になってきました。そして角までしっかり色が変わるよう、途中で鉄板の位置を調整しました。ムラなく色が変わったら火を止めて冷まします。手で触れるぐらい冷めたら、オリーブオイルなどの植物油を全体に薄く塗ります。この時裏面も忘れずに塗りましょう。再度火にかけて煙が出なくなるまで加熱します。煙が出なくなったら火を止めて冷まします。手で触れるぐらい冷めたら少し多めに油を塗って再度加熱します。
そして軽く油を拭き取って野菜くずを炒めます。なお、この野菜くずは食べずに捨ててください。鉄板が冷めたら中性洗剤で洗い、植物油を薄く塗ってシーズニング完了です。それではステーキを焼いてみます。冷蔵庫から取り出して30分ほど置き、常温に戻しておきます。そして片面に塩コショウを振ります。次に鉄板を温めて牛脂か油を引きます。鉄板が分厚いため時間がかかりますが、しっかりと温まったら塩コショウを振った面を下にしてステーキ肉を焼きます。そして上の面にも塩コショウを振ります。1分半ほど焼き、しっかりと焼き色がついたら裏返します。裏面は1分ほど焼いたら火を止め、アルミホイルをかぶせて余熱で2分ほど加熱します。今回は豪快に鉄板の上で切っていただきます。うまく火が通ってるかドキドキします。ご覧の通り、いい感じのミディアムレアに仕上がりました。シンプルに塩コショウだけでいただきます。ん、やわらか。噛めば噛むほど肉汁が出てきてめちゃくちゃ美味しいです。正直なところ、この鉄板で焼いたから美味しいのか、いいお肉だから美味しいのか判断できません。ステーキと鉄板の大きさはそんなに変わりませんが、端まで綺麗な色がついています。これは厚さ 4.5mm という分厚い鉄板のおかげでムラなく焼けたんだと思います。なお、バーナーの上に鉄板を乗せたままお肉を切っていますが、鉄板の重みもありずれることはありません。今回のようにガス缶であればさっと準備してパッと食べれるのがいいですね。このスピード感が受けて、キャンプ場だけでなく釣り場でも使われているのがよくわかります。食べ終わったので使用後の手入れを行います。まず油などの大きい汚れを拭き取ります。次に付属のヘラで汚れや焦げ継ぎを剥がします。平面部も縁の部分もヘラ一つできれいに剥がせます。そしてヘラで剥がした汚れを軽く拭き取り、洗剤を使わずに水洗いします。次に鉄板を乾かしてから、錆止めとして植物油を薄く塗ります。そして耐油紙に包んで収納袋に片付けます。シーズニングから調理、後片付けと一通り使いましたが、難しいものではありませんでした。ガスでの利用なら準備も片付けも手間がかからず、美味しいお肉が食べられることが最大の特徴かと思います。この鉄板さえあれば炭火を用意しなくてよいので、気軽に楽しめる庭キャンやデイキャンのスタイルを確立できそうです。今回紹介した大久保鉄工のオトバク鉄板の購入リンクは概要欄をチェックしてください。普段はキャンプ飯のレシピ動画を投稿していますが、時々キャンプ用品のレビューも行っています。キャンプ飯やキャンプ用品に興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回、バイバイ。